女子のダブルス行く前にもう一杯だけいいですか。もう一杯だけいいですか。決勝で日本人対決だといまいち盛り上がらないっていうのがあるのよ。なんか。はい、今日なんですけど、まあ昨日オリンピックの開会式があって、でまあ今日ね、まあ山口茜選手の予選の試合とか、あとミックスダブルスの方もまあやってまして、まあちょっとその2つはちらっと見たんですけど、まあオリンピック、まあ実際どうかと、自国開催で、まあどういう感じの結果になりそうかっていうのをまあお話ししたいなと思うんですけど、まあこれはこれね、僕の予想なんですけども、とりあえず暑いですね。はい、オリンピック自体も暑いけど、気温物理的に暑いなんで、今日はちょっとね、ちょっとこちらをね飲もうかなと。こちら、白のスパークリングワインなんですけども、僕基本的にね、ワインは、まあ、どっちかというと白よりは赤ワインの方が好きなんですよ。ワインを飲み慣れてないって人は結構白のが好きっていう人もいるし、赤ワイン好きっていう人はある程度慣れてる人が多いっていう印象なんですけど、まあ、で、まあ、今回はね、ちょっとこの白のスパークリングワインをね、飲みながら、やっぱり夏は白のスパークリングワインがうまいんですよ。はい。やっぱりね、赤ワインも美味しいんだけど、夏はこれ、もう白のスパークリングワイン、超美味しい。はい。なんでまあ今日はね、この白のスパークリングワインをね、飲みながら、まあ実は東京オリンピックどうなりそうなのかっていうことを、まあ個人的な考えを話したいなと思ってます。今回はね、こちらを飲んで優勝します。はい。ですね、これ。優勝しながら話したいと思います。まあ、スパークリングなんでね。炭酸が、シュワーって感じで。ちょっと多めにしちゃったかな。こちらですね。白のスパークリングです。はい。では、乾杯。香りがいいね。はあ、うまい。夏やっぱこれだわ。うん。夏やっぱこれだわ。超うまいっす。うまいっすね。はい。では本題のオリンピックなんですけど、まあ率直にね、メダルがどういう感じになるのかっていうことにつきましては、男子のシングルス、まあ桃田くんはいけるんじゃないかなと思います。はい。桃田くんは、まあ金メダル取るっていうのは正直予想つきません。はい。そうだな、金メダルは、まあ、可能性は全然あるけど、やっぱりオリンピックで金っていうのは実力も必要なんだけど、やっぱ実力だけじゃなくて運とかも、まあ、すごい重要になってくるから、まあ、絶対金とは言えないけど、まあ、メダルはいけると思います。はい。俺が気にしてるのはどっちかというと常山くんかな。常山くんに俺はメダル取ってほしいんですよ、どっちかというと。うん。だから、まあ、常山くん、確か、決勝トーナメント入ってから、ギンティンだったかな？インドネシアのギンティンと当たるような感じの組み合わせだったと思うんですけど、まあ、ギンティン強いんで、まあ、それがどうなるのかっていう、まあ、その、自国開催っていうの、ホームでのね、メリットを十分に活かしての、まあ、試合ができるかどうかっていうことがすごいやっぱ重要に。まあ、重要っていうか、そこがちょっとキーに、ね、なるのかなっていう気はしますね。まあ僕は、まあ、常山くんにぜひともね、メダル取ってほしいなと思ってます。で、常山くんは結構、上位の選手を倒すっていうこと結構多いんですよね。だからそういった意味でも、僕は結構期待していいんじゃないかなと思ってます。はい。で、女子のシングルスね。女子のシングルスは、
まあ正直今回の本命はタイツインだよね。うん、タイツインなんだけど、奥原選手はタイツインとは逆山だったっけ？うん、山口茜選手はタイツイン側だったかな。ちょっとここら辺うろ覚えなんですけど、でも山口茜選手って結構大きい大会強いんですよ。なんだかんだ強いっていうか、結局前回のリオデジャネイロの時もインタノンとかも倒しちゃってるんで、だから山口茜選手は今回はすごく多分いいとこまで行くんじゃないかなと思ってます。僕は全然ほんと決勝まで行くんじゃないかなと思ってます。はい、もう山口茜選手が負けるとしたら奥原選手ぐらいかなと思ってますね。ただ、うん、僕としては山口選手が今回ちょっと有利なんじゃないかなっていう気はしてますね。はい、まあ、これは勘なんですけど、まあ、奥原選手も頑張ってほしいけど、ちょっと今回はなんかね、山口茜選手が、まあ、金メダル取りそうな気がしますね。うん、はい、で、女子のダブルス行く前にもう一杯だけいいですか。もう一杯だけいいですか。熱いんでね。あとこれ、思ったより美味しかった。これ思ったより美味しいわ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。2杯目いきます。うまいっすね。で、女子のダブルスか、女子のダブルスは正直まあ日本人対決いけるのか、組み合わせ的に言ったらいけるのかな。山が逆だったらいける。あのね、組み合わせがうろ覚えなんですよ、僕正直言って。ちょっと、すごい失礼だけど、組み合わせがうろ覚えなんですよね。でも、実力的に言ったら僕はどっちかというと、女子ダブルスは、まあ、福島、広田ペアも、永原、松本ペアも、どっちも、まあ、決勝までいけるぐらいの実力はあると思ってるんで、まあ、ちょっと、そこら辺はね、やっぱ、日本店は女子のダブルスすごいレベル高いから、だからそういった面でも、今回のオリンピックはまあ金メダルとは言わず金と銀をまあ取ってほしいかなと思った。ただでもこれ決勝で日本人対決だといまいち盛り上がらないっていうのがあるのよ。なんか違う国同士やってるから決勝で金メダルをかけてするから盛り上がるんだよね。ただ日本人同士だと結局どっち勝っても日本人じゃってなって、2つのペアの身内とか、なんかチームの関係者とか、そういった人たちは盛り上がるけど、一般ピーポーからすると盛り上がんないんだよね。だからそういった面でも、本当は両ペアとも頑張ってほしいんだけど、でも、日本人対決は決勝になっちゃうと、ちょっと盛り上がりに欠けるんじゃないかなっていう気はします。はい。そんな感じがします。でも、組み合わせがうろ覚えだから、実際逆山だったかどうか、わかんないんですけどね。うん。次は男子のダブルスか。男子のダブルスは、僕は遠藤渡辺ペアは、押してるっていうか、単純に実力的にメダル候補だよねって思ってます。インドネシアの一番強いダブルス、ギデオン・スカ・ムリオのペアに割と相性を考えたら遠藤渡辺ペアってすごくいいと思うんですよ。だから園田・嘉村ペアも嫌いじゃないけど、ただ金メダル取れるペアって言ったら僕は遠藤渡辺ペアかなと思ってます。まあ、どっちかというと可能性があるのはそっちかなと思ってます。はい。ただ園田・嘉村ペアにもメダルは取ってほしいんですけど、まあ、遠藤渡辺ペアの方が僕は可能性は高いんじゃないかなと思って、まあ、実力考えたらね。うん。で、あとミックスか。ミックスは、まあ、渡辺東野でしょう。まあ、実力的にはミックスダブルスで、まあ、世界で多分5本指ぐらいに入る実力は持ってると思う。で、結果も残してるし、ちゃんと。うん。だから、中国のミックスダブルスのペアが、どこまでこの
1年間でしっかりと練習を積んできて、実力をね伸ばして、でそこからそのコンディションもしっかりと、整えてきてるかっていう、まあ、ここがそのキーになってくるんじゃないかなと思いますね。あと渡辺選手は男子のダブルスもまあ兼任してるんで、どっちかがダメでどっちかがいいとか、どっちもその中途半端な成績になるっていうことだけは避けてほしいかなと思ってます。はい、それはちょっとね、もったい、まあ、もったいないというかね、まあそういうことになってしまったら非常に残念なんで、僕はだから渡辺選手ちょっと、まあ、今回のオリンピックに関しては、まあ、かなり多分ハードなスケジュールになると思うんですけど、もうしっかりともう一番最後まで頑張ってほしいなと思います。はい、な感じでね、まあオリンピックは本当今年はね、で今回っていうか今が日本のバドミントン史上本当最強なんですよね。はっきり言って日本のレベルがものすごく高いんで、本当世界トップクラスなんですよ。もう日本か中国かっていうぐらい本当レベル高いんで、でそのレベルが高い中でこうやって自国開催でオリンピックがねできるっていうことなんで、ぜひとも、バドミントンファンとしての願望としては、まあ、全種目で金メダル取ってほしいなと思ってます。はい、で、まあ、せっかくね自国開催でテレビ放送すごくバドミントン放送されるので、まあ、ジュニア選手とかもしっかりと、オリンピックで、ね、そのトップ選手同士の試合をね見てほしいなと思います。はい、な感じですかね。まあ本当、まあこれぐらいかな。はい、まあ予想はなんかざっくりとしかできないよね。まあ僕こういう感じだけど、日本人メダル取ってほしいなっていう気持ちはまあ皆さんとまあそんなに変わらないんじゃないかなと思ってます。はい、とりあえずね白のスパークリングワインで優勝します。うまい。まあ、もともと僕酒あんま飲まないんですけどね、あの、アルコール弱い、まあ弱いっていうか強くはないんで、まあ、基本的にお酒ってあんまり飲まないんですよ。まあでもこうやって、あの、正直今回もこの動画のためだけに飲んでるようなものなんですよね。あの、暑いし、久しぶりに白ワインね、飲もうかなと思って、せっかく、飲むんなら、じゃあ動画にしようか。じゃあ、何の動画を撮ろうかと思ったら、まあ、オリンピックやってるし、まあ、ちょうど、オリンピック関連の動画にしようかな、という感じで、今回、動画撮ってます。はい。なので、まあ、今回こんな感じで、動画撮ってますけど、オリンピックまだね、始まったね、ばっかりなんで、ぜひともね、日本のバドミントンファンのね、皆さんで、ぜひとも、応援しましょう。はい。では。